新横浜お土産レポートです。なんか今仙台とか仙台フェアとかなんか書いてあって、あ、さくらんぼ組桃、これは何、氷町って書いてある桃組、そしてずんだ、ずんだだって、これあれだ、山形かな。で、カモメの卵、岩手のお土産がここだけで買える。でね、これ狙い目ですね。10日までって書いてあるよ。ちょっと待って、この検証結構狙い目だよ。こういうマニアックなところ、このキオスク、これグランドキオスクっていうのかな、グランドキオスクとかでね、コンビニの中でも私がおすすめなのはグランドキオスク的な、うん、こういう、駅中グルメフェアとか、こういうマニアックな検証がですね、はい、人気だと思います。店頭ポップで紹介のある商品を含む500円以上購入っていうことなので、どれかな、店頭ポップにあるこれですね、この商品の中で500円。じゃあちょっと気になってるので、このさくらんぼ組と、安いね、140円だから、桃組、あとはどうにしようかな、カモメの卵もちょっと気になるから買っちゃおうかな。これいくら、297円ですね。あとね、面白いのがこういう、仙台ラーメンとか味噌ラーメン、こういうのはちょっと私苦手なんだけれども、桃小祝、あ、これは、なんか見たことないな。青森りんごの紅茶、あの飲み物いっぱいあるんでね。あ、福島県の桃、これは何だろう、桃のプレミアム、六軒茶、玄米茶だって。麺の友セット、飯の友セット5名麺のセット5名、酒の友セット、まあ、何があったかっていうのも5名なんで何とも言えないですけれども、まあ、500円ぐらいで、ね、応募できるんだったら、もうこういうのもなんか面白いね。ちょっと、あ、新横浜駅名、新幹線駅名の、ちょっと恥ずかしいなこれは。あ、これなんか可愛いね、なんかこういう、もう駅だけなのか、私が見かけるのはスーパーでは見かけないから駅だけなんだろうけれども、ここら辺のお菓子、めんべいとか、あとはね、こちらは新横浜なので、新横浜の名物といえばハーバーですね。これハーバーが、まあハーバーを聞かせてますね、はい、もうちょっとゆっくり行け、はい、分かった、あ、分かった。そして横浜お土産、これビスカウト、うん、なんかあとホテルニューグランドっていうのはですね、みなとみらいの方かな、横浜の中華街のところの、端の方にあるですね、ホテル、老舗ホテルでございます。でこれは横浜キャラメルガレット、うん、横浜ってこんな感じの、まあ、このランドマークとかインターコンチネンタルホテルがこの感じですね。一応このこれがこういう風に引くとですね、顔が映る可能性があるからあんまり映せないけれども、ハーバーがだいたい幅を利かせているという、ヒルナンデスで紹介されたと。で、なぜか新横浜なので、東京バナナ、バナナ、東京バナナのレーズンさん、あとは、ハーバーでも、この子限定だってこれ、横浜のフランス、そしてもうすっかり落ちぶれたというか、奥に追いやられたガンダム、これもよく見る、食べたことないけど、ゆっくり行けと、はい、
ね、最近はね、ちょっとちっちゃいやつのお土産っていうのがね、こんな感じ。東京、ここら辺は東京。カリカリフィナンシェとか、まあ、だいたい東京と横浜と、まあ、神奈川が、わあ、ごま卵、ごま卵は多分静岡じゃないかなと。静岡の方も若干混じってくる感じ。新宿中村屋のパリンって書いてあるね。もう私が500円を買わねばならないのは東北のやつですね。モツコの知らない世界で紹介する。そしてこのね、お菓子、私お菓子あまり好きじゃないんであまり興味はないでございますが、はいはい。そして私たちはですね、今日何をしに来たかというと、あ、これ横浜物語ナポリタン、この辺横浜っぽい、で、まあね、マスクとかがね、なんか売ってるとね、あの電車の形の、これもっとでかいかと思ったんだけど、ブラックみやびさん、買おうかなと思ってて買いますけど、かわいいねこれ。カットアウト肩抜き猫の洋菓子店、かわいいねこれ、かわいい、かわいい。横浜名物かどうかわからないけれども、ほんでちょっとさかさまで申し訳ないのだが、横浜といえば中華街とかはそれなりに幅を利かせているので、この辺が中華街の重慶飯店のシューマイとか、あとは、これ肉まんとか、まあ、美味しいかといえば大阪の方のシューマイじゃないよ、肉まんの方が美味しいんですが、そして小田原あたりのかまぼこ鈴広が有名なので、笹かまとか、笹かまぼことか、あとはさつま揚げとか、かまぼこですよ、この鈴広の、小田原鈴広のかまぼこ有名ですね。そして、ね、この辺は、平鎮楼の中華のなんか元クドゥよりも3倍ぐらい高い。そして月餅とか食べたことないんだけど、あんことかあんま好きじゃないから、重慶の多いですね、平鎮楼とか重慶とか有名なんで。そしてシューマイ、シウマイと言うんです、シウマイキユウピーとかね、あの、まあ、基本です。で、あの、あっちの方に一応、あの、あっちの方に一応ね、これお米もね、こんな感じあるんですよ。海軍カレーとかこんなのもあってね、リスのくるみっこっていうのは美味しいですけど、高くてカロリー高そうなお菓子でございます。で、一応あの、あそこに崎陽軒があって、まあシウマイ弁当は買えます。はい、まあ、こんな感じでお土産レポートでございます。いかがでしょうか、何か見たいものありますかということです。